あなた、アークスですよね。もしかしなくても、依頼を受けてくれた方ですよね。ありがとうございます。依頼の話をする前に、ちょっといいですか？第二惑星リリーパの砂漠で、小さな影を見かけたことありませんか？影がどこにいるとか知りませんか？あ、すみません。見たことないですよね。そう、変な質問でした。発見報告はあっても、どこにいるかはまだ誰も分かっていないことなのに。あ、申し遅れました。私、フーリエと言います。これでも一応アークスなんです。リリーパにいる小さな影の話って聞いたことありますか？時々噂になってるんです。その小さな影に、私、この前命を救われたんです。と言って、信じてくれます？砂漠で怪我して動けなくて、ああ、もうダメだって思った時に、あの影が助けてくれて、いろいろあって戻ってこられたのですが、命の恩人にお礼も言えてないんです。だから私からの依頼はたった一つです。私の代わりにあの小さな影を探してはもらえないでしょうか？本当は自分で行きたいのですが、ご覧の通り怪我をしていまして。私の話を信じる信じないはどうでもいいです。報酬も用意します。あれが夢だったのか真実なのか、せめてそれだけでもはっきりさせておきたくて。お暇な時でいいのでよろしくお願いします。頼むよ。僕も行くんですか？よっしゃ、行こうぜ。
し今お急ぎではないのでしたら、一旦歩みを止めることを推奨します。今この先に進むには少々危険な状態ですので。ご覧の通り、今のゲッテムハルト様にとっては目につくもの全てが敵です。乱暴に言ってしまえば見境がありません。進めば巻き込まれてしまいます。それは私とて例外ではありません。私に対する扱いがひどいというのは他人に立った視点です。私は共にいられればそれだけで十分なのです。それ以上望むことは許されません。何より私が許しません。ほら行くぞシーナ、トロトロするんじゃねえ。話はここまでのようですね。それでは失礼します。どうも。なるほど、視野外からの接近であれば気づかないようですね。あなたの特性について理由はわからないけれども理解はしました。条件のある時は私から声をかけさせてもらいます。私一人の時に声をかけるのはなるべく避けてください。早速ですが質問です。あなたはかの暴走竜のハドレッドの所在を掴んではいないのですか？本当に何も感じ取ってはいないのですか？それだけ鋭敏な感覚を持つのならハドレッドの所在を掴むのだってきっと容易なはず。失礼しました。少し興奮してしまったようです。あの竜、あいつは、ハドレッドは裏切り者だから。裏切り者を許してはならない。それはあらゆる組織での鉄則。絶対に私の手で。いえ、何でもありません。忘れてください。歯の竜の所在、もし発見されたなら私にお伝えください。では。奇遇だな相棒、こんなところで会うなんてよ。ああ、小さな影か。なんだ相棒、あいつら探してるのか。それならほら、さっきあの辺で見かけたぜ。いや、俺昔から他人の探し物をよく見つけるんだよ。自分のは見つからないんだけどな。ほら、この辺りだ。さすがにもういないか。あれ、でもあそこなんだそりゃ、布か。聞
光子の持ち物なわけがないし、もしかしてあの小さな影のか。まあそんなのでも一応あいつらがいたって証拠にはなるかもな。正直この惑星はわからねえことが多すぎて判断が難しいけどな。直感というか予感というか、まだまだ何か秘密がありそうなんだよな。ま、調べてりゃわかるか。じゃあ俺はもうちょい探索してくるぜ。相棒、今度は俺の任務にも付き合ってくれよ。じゃあな。こんにちは。あなたの噂時々聞いてる。頑張ってるってみんな言ってるわ。でも一人で無理しすぎないで。時にはパーティーを組むことも重要よ。おすすめのメンバーは、そうね、やっぱりフォースだと思う。攻撃もできるし回復もできて万能だから、全員フォースでもいいくらい。敵の攻撃避ければいいのよ。うん。よ、元気そうだな。最近頑張っているそうじゃないか。時々見かけているぞ。とはいえ一人で張り切りすぎるなよ。何事においても多人数で取り組む方が安全性は増すからな。もしパーティーを組むのならハンターの仲間を連れていくことを勧めるぞ。屈強かつ頑強、パーティーの壁にもなり支える柱にもなる素晴らしいクラスだ。パーティーはバランスよくと言われるが、全員ハンターでも十分だと思うぞ。他を気遣う必要もないしな。まあ要するに迷ったらハンター、そういうことだ。それじゃあな。私の見たものに自信がなくて、誰かと一緒に行きたいんです。お願いします。あなたのお暇な時で構いませんので。
大丈夫、私その2つだけは自信がありますからね。本当にいろいろとありがとうございました。すみません、今はちょっと大きな音を立てないでもらえますか。ほら、あそこを見てください。あんなくつろいでる姿は珍しいです。いつもいつも周囲を警戒してばっかりでしたから。あれは貴公種。あの子たちはここの原生種だから、貴公種が襲う理由はないはずですが。危ない、逃げて。あ、すみません、ついおかげで敵に気づかれちゃいました。私も精一杯手伝いますから、頑張って倒しちゃいましょう。何でしょうか、この音。剣撃の音？これって戦闘音？ほらほら、どうした。機械の体はもっと丈夫なはずだろ。つまんねえぞ、もっと気張れよ。ひどい。なんだお前ら。悪いがここは俺の遊び場だ。譲ってやる気はねえぞ。ん？ちょっと待て。そっちのキャストの女はともかく、お前は見たことあるよな。ナベリウスでお会いした方です、ゲッテムハルト様。ああの時のやつか。いけねえいけねえ、獲物の名前ぐらい覚えておかないとな。それでお前がここに来たってことは、あのふざけた仮面野郎も来てるのか。それとも今回はお前が俺を楽しませてくれんのか。てめえに用はねえぞ。この付近で大暴れしているアクスはあなたですね。大暴れ？何言ってやがるんだてめえは。これがアークスとしての本分だろう。惑星に降り立ち敵を排除する、俺たちがやってるのはそういうことだぞ。違います、私たちアークスは原生の住民との交流も含めた。だからよ、それが詭弁だっつってんだよ。言葉も通じず、ダーカーの影響を受けてるかもしんねえ奴らと交流なんてできると思ってんのか。なあ、お前もそう思うだろ。いい子ちゃん。まあいい、どれだけ隠そうとしてもお前から感じる匂いは隠せねえ。ああ、なんだこのちっちゃいのは。じっと見てきやがって気味悪いな。まあいいや、どうせダーカーに影響されて俺たちを狙ってるんだろ。なら、ここで始末しておいてやらないと、後から来るアークスにも迷惑がかかっちまうな。ダメ！何？大丈夫。今のうちに、早く逃げて。てめえの敵を身を挺してかばうとか、バカを通り越して言葉もねえぞ。ありません、あの子たちは私を助けてくれた。だから今度は私が。なんだ、
お前もそっち側か。分かっちゃいねえ。お前らは何も分かっちゃいねえぞ。そんな奴らでもいずれはダーカーに侵食され狂う。ならそうなる前に殺してやるのが生殺与奪を握る側の優しさってもんだろうが。キャストのくせにそんな目で俺を見るな。チッ、一気に冷めた。あるぞシーナ。はい、それでは失礼します。シーナ、トロトロしてんじゃねえ。大丈夫です、傷は深くありません。私、頑丈なのが取り柄ですからね。分かってます、あの人の言うことにも一理はあるんです。ダーカーの影響を受けて狂ってしまう。狂ってしまったら倒すしかない。それは本当のことですから。私のやっていることも、恩返しという名を借りたただの偽善、問題の先送りに過ぎない。それでも私は信じたいんです。ありがとう、心配してくれるの？大丈夫、大丈夫だから。まだ怖いみたいですね。でも大丈夫、きっと大丈夫です。時間はかかりそうですけど、私諦めませんから。ごめん、あちこち見てて。みんなにとって普通に見えるものも、私にとっては新しいものだから、なんかすごくワクワクするの。ロビーにあるモニターとか、最初はすっごくびっくりしたよ。わあ、何かが壁の中で動いてるって。いろいろ忘れちゃってるのは不便でもあるけど、当たり前が新しいことになるのは楽しいな。あ、もちろん思い出す努力もしてるよ。ちゃんと忘れてないよ。ただ忘れることは悪いことばかりじゃないなってちょっと思っただけ。新たなマターボードが生まれた。これはあなたの行為が意味をなし、事象の好転を示す。私と私たちから千の感謝を。安き道のりでないことを私たちは知り、それでも私はあなたを頼った。答えたのはあなただ。あなたの意志が答えた。故に私は感謝する。そして幾度となくあなたを頼らねばならない私を、どうか許してほしい。